ロー捕まえたぜ。これから大切に育ててやるからな。よし、結構冒険も進んだし、この町で一旦休憩するか。いざ。お、こんなところにコイキングがいるじゃねえか。こいつは良さそうだ、ブラザー。あれ、コイキングは手持ちからいなくなってさ、どこ行ったんだ。はい、お待ちだ。わあ、いたいた、戻れコイキング。無理か。よし、ピクニックだ。出てこい、みんな。この辺は景色もいいし、ピクニックとして荒れ込もうぜ。にゃー。うー、コイキングサンドうまかった。ん？タブも運転手、誰誰。お前らのタブか。これはどっちが生まれるか楽しみだ。最低、あいつと浮気したの。いや、誤解だ、してないよ。じゃあなんでピンピクが生まれるのよ。いや、それはてめえを、なんで私のオス取ってんだ、このクソビッチ。だって彼言ってたわよ、にゃを張って恋愛の方もクソタイプの草食系で退屈って。あんたって男にとっての悩みの種ってことね。は？だから飢えてる彼は私の欲しがる甘える天使のキッスでイチコロだったわ。おっ、ノールポケモンのくせして女子高生じゃねえぞ。何気持ち悪いし、無駄いって。ちゃんとはやめてよ。てめえは黙ってろ。あー、ポケモンの世界も大変だな。お前ら逃げたね。おい、お前出たスター団、不登校で他の生徒に嫌がらせばっかりして強引な勧誘してくる不良集団じゃん。よく知ってるな、俺らはスター団。すぐださ、そういうのやめた方がいいよ。それはできないぜ、なんたって俺らは不良だからな。おい、てめえ。え？てめえらか、俺らの島荒らしてるグラサン野郎ってのは。てめえ、さっき不良とのランダム浮かしてたな。俺らが本当の不良ってのを教えてやるよ。お、ソーラービームを覚えるのか。これは強いから絶対覚えさせたいな。じゃあソーラービーム早速覚えよっか。え、何って、 1,2 のポカンだよ。技を一つ覚えるには技を一つ忘れなきゃ。さあ動かないで、ニャオハ。名前がずれると危ないよ。いいな。お前ら逃げたね。いけ、ナオハ、マジカルリーフ。よう。伝えたぜ、反撃させてもらおうか。クソ、気合いの始まりか。コナミ人に消し飛ばしてやる。くそー、やばい。お前逃げたね。よし、ポケモンバトルよ。いけ、ピカチュウ、10万ボルトだ。ピカッ。おお、次のニュースです。
ポケモントレーナーを目指していた10歳の少年が相手少女に突き指を負わせたとしてバトル上過失致死の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは翔太忠頃容疑者10歳。捜査関係者によると、田所容疑者はテーブルシティ在住のトレーナーエッツヨ陽子さんに10万ボルトを浴びせ突き指を負わせた疑いを持たれています。いやちょっと信じられないです。なんかそういうことするような子じゃなかったので正直びっくりです。その時もたまたま近くにいたんですけど、もうキャーっていう声が聞こえてもうびっくりして出てったら、そうですね、女の子が倒れていたっていう感じです。はい。犯行についてピカチュウがやったなどと供述しており、容疑を否認しています。今にもここに吹き出しによしって出てきそうなんですよ。しよしさとし、はい、お待ちどお。ああ、間違った。いったじゃん。いった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 戻れ、コイキングぐらい。そっちの方がおもろくね。はぁはぁ言ってんのおかしい。いや、めっちゃ盛大に出てるんだよね。それ絶対出るかも。どうする、どうする。いや、めっちゃ寝てる、めっちゃ寝てる、腕めっちゃ寝てる。キャプテンファルコン、キャプテンファルコン解雇。あー、解体しちゃう。ファルコンが、あー、え、結構こじりついてんじゃん、これ。あー、ごめんファルコン。あー、そうだけど、なんでよ。いや、誰だお前。ファルコン持ってたんと違うんですけど、俺が言うのもなんだけど、すっげーブスなんですけど。どうだろう。違う、それお前がその話したんだろ。違う、マイキーのようなブス。そうなの。はい、そうなの。はい、やってんだって。やってんだってじゃない。おっさんか、お前。言えよ、こっちに。言ったらさ、どうかなるよ。融通聞かすな。キャハーケー、キャハーケー。あー、パンティースケスケだけど大丈夫。これはファミマのパンツ出た。私じゃないわよ、みたいな佇まい、佇まいで腕組もっか。ちょっと待って、なんかスタンドっぽくなっちゃったな。ゴゴゴゴゴゴとかつけたらガチスタンドだよ。あさ、最悪だったのさ、こう並べるって言ってたらシャーってなって、ゲリとかしかも飯食ってる。最出たわと思って、一旦飯食うかっつってそのまましばらく飯食ってたんだけど、あーなんかどんなになってんのに嫌だなーと思って、こうそろそろこう下げたって、パンツは黒だったから、うん、わかんねえな、とりあえず一旦ちょっと手洗いしようと思って、でそれをパンツ終わったわけよ。で、あーオッケー、これで大丈夫だろうって思ったらさ、ハーハートの T シャツってさ、うん、普通より丈長いじゃん。いやーかっするーと思って、恐る恐るこうやって後ろ見たら黄色い線できてた。やば、もうスパイスの汁こぼしたんかっていうぐらい黄色いさ、こういう線が出て、うわーっと思って洗った。落ちなくて捨てた。落ちなかったんだ。なんかちょっと黄色いの残ってて、うわーっと思って、というのが2回ありました。2回